平野翔の予期せぬ発表に観客騒然。有明公演最終日の昼公演で何が起こった平野翔が DVD 収録の秘密を暴露した瞬間とは有明公演最終日の昼公演は、観客とメンバーの心を一つにする感動的な一日となりました。この日、平野翔が予期せぬ発表を行い、その瞬間は多くのファンにとって忘れられないものとなりました。 最終日の昼公演は特に熱気に満ちており、会場全体が期待と興奮に包まれていました。3日間にわたるコンサートの集大成として、彼らのパフォーマンスは一段と輝きを増していました。昼公演の MC も例外ではなく、毎回異なる内容で観客を楽しませていました。初日から徐々に進化してきた MC の技術は、観客にも明らかでした。 特にスクエア1の大使工事のパートでのやりとりは、日ごとに新しい工夫が加えられ、最終日の昼公演では W たが一緒に死でしょという場面が見られました。この完成形とも言えるパフォーマンスに、観客は大いに盛り上がりました。平野翔が思わず口にした、今日は DVD 収録が入っているからという発言は、まさにこの日のハイライトでした。カメラの多さに気づいた平野が、 DVD 収録が行われていることを観客に伝えた瞬間、会場は一気に歓声に包まれました。この発言に驚いた神宮寺雄太とガン太も大爆笑し、平野も、なんで笑ってるのと問いかける場面がありました。彼らの自然なやり取りが、さらに観客の心をつかんだのです。さらに、平野はファンへのサービス精神を強調し、ファンさ求めすぎなんだよね、と語りました。 自分たちがファンサービスを提供するだけでなく、ファンからの反応も求めていると伝え、ギブアンドフェイクじゃんと言い間違える場面もありました。これに対し、神宮寺と岸が、テイクねと訂正するやりとりが、観客に笑顔をもたらしました。このような微笑ましいエピソードが続く中で、岸が首を大きく振りながら話を聞く姿も観客の笑いを誘いました。特に、神宮寺が、相づちでかすぎない といった瞬間は会場全体が大きな笑い声に包まれました彼らの自然体でのやりとりがさらに観客の心を温かくしました昼公演の終盤にはアンコールで平野が今日は全部出し切るぞという姿勢で全力でパフォーマンスを披露しましたヘッドバンギングを繰り返す姿は観客の心に強く焼き付きました彼らの熱意と情熱が 観客一人一人に深く伝わった瞬間でした。有明公演の最終日、特に昼公演は、ファンとメンバーの絆を再確認する場となりました。平野の思わぬ発言や、メンバー同士の温かいやりとりが、さらに公演の魅力を引き立てました。この日の出来事は、ファンにとって永遠に忘れられない思い出となったことでしょう。この特別な公演を通じて、 彼らの成長と絆の深さが改めて感じられました。最終日の昼公演が終了し、夜公演に向けての期待が一層高まりました。これからも彼らの成長を見守り、応援していくことが楽しみです。そして、この日のような感動的な瞬間が再び訪れることを期待しています。さて、この公演を振り返りながら、私たちは次なるステージでどのような驚きや感動が待っているのか、 楽ししみにしています彼らのパフォーマンスと MC の技術はさらに進化し観客を魅了し続けることでしょう平野神宮寺岸の3人が織りなす温かい絆とユーモアが今後も多くのファンに笑顔と感動を届けてくれることを願っていますこの特別な一日がファンとメンバーにとってどれほど大切なものであったかを改めて感じることができました 公演を通じて生まれる感動と絆は何にも変え難いものです。これからも彼らの成長を見守りながら新たなステージでの驚きと感動を共に楽しんでいきましょう。最後にこの日の出来事を思い返しながら皆さんに問いかけたいと思います。次の公演で彼らはどのような新しい挑戦を見せてくれるのでしょうか。そして私たちファンはどのように応援し、 彼らとの絆を深めていくことができるのでしょうか。この問いかけを胸に、次のステージでの再会を楽しみにしています。この特別な公演を振り返ると、彼らの一体感とプロフェッショナリズムが際立っていました。ファンとメンバーが一体となって作り上げたこの一日は、彼らのキャリアの中でも特に輝かしい瞬間となったことでしょう。最終日の夜公演に向けて、 昼公演の感動と興奮がそのまま引き継がれ、多くのファンが再び集結しました。夜公演では、昼公演で見られたユーモアとエネルギーがさらに高まりました。平野署、神宮寺優太、岸優太の3人は、昼公演で得た勢いをそのままに、さらに熱のこもったパフォーマンスを披露しました。彼らのエネルギーは観客に伝わり、会場全体が一つとなって盛り上がりました。 特に印象的だったのは彼らのファンに対する感謝の気持ちが随所に感じられたことです平野が MC で語った「ファンサービスを求めすぎないで」という言葉には彼らのファンへの深い愛情が込められていましたファンとメンバーの間に築かれた信頼と絆がこの日の公演をさらに特別なものにしましたまた平野が思わず口にした DVD 収録の話題は 夜公演でも大きな話題となりました。観客はその発言に驚きつつも、楽しげな雰囲気が一層広がりました。彼らの自然なやりとりと笑顔が、観客の心を温かく包み込みました。夜公演が進むにつれ、彼らのパフォーマンスはますます力強さを増し、観客もその熱気に引き込まれていきました。アンコールでは、昼公演で見せたヘッドバンギングに続き、 さらにエネルギッシュなパフォーマンスが披露されました。彼らの情熱が会場全体に広がり、観客もそれに応えるように声援を送りました。このような特別な公演を経て、ファンとメンバーの絆はさらに深まりました。彼らの成長と進化を目の当たりにすることができたこの日、一人一人のファンにとっても忘れられない思い出となったことでしょう。公演を通じて感じられた感動と喜びは、 これかららも彼らを応援する力となりま,すまた、この日の公演は、彼らがこれからも挑戦を続け、さらなる高みを目指していくことを示唆していました。ファンもまた、その挑戦を全力でサポートし、共に新たなステージを楽しみにしています。彼らの未来には、まだまだ多くの可能性と驚きが待っていることでしょう。彼らの公演を通じて感じられたエネルギーと情熱は、 私たたちファンンンにととっても大きななインスピレーションとなりました彼らの一つ一つのパフォーマンスには、努力と情熱が詰まっており、それが観客に深い感動を与えました。この日の公演が示したように、彼らの成長と進化は止まることがありません。この公演を振り返りながら、私たちは次なるステージでどのような新しい挑戦が待っているのかを考えずにはいられません。 彼らのパフォーマンスと MC の技術はますます磨かれ、観客を魅了し続けることでしょう。そして、私たちファンもまた、彼らとの絆をさらに深め、応援していくことが求められます。次の公演で彼らが見せてくれる新たな挑戦とは何でしょうか。私たちファンはどのように彼らを応援し、共に感動を共有していけるのでしょうか。この問いかけを胸に、 次のステージでの再会を楽しみにしています。彼らの未来には、まだまだ多くの可能性が広がっており、その一つ一つが私たちに新たな感動をもたらしてくれることでしょう。有明公演最終日の感動的なエピソードを通じて、彼らの成長とファンとの絆の深さを改めて実感しました。この日の出来事は、彼らのキャリアにおける重要な一歩となり、ファンにとっても忘れられない思い出となりました。 これからも彼らの成長を見守り、応援し続けていくことが楽しみです。そして、次のステージで再び感動的な瞬間に出会えることを期待しています。この特別な一日を振り返りながら、私たちは次なる挑戦に向けての期待を胸に抱いています。彼らの未来に待ち受ける新たなステージは、どのような驚きと感動をもたらしてくれるのでしょうか。そして、 私たちファンはどのように彼らを支え、共に歩んでいくことができるのでしょうか。この問いかけを胸に、次のステージでの再会を楽しみにしています。